はいどうも、シャンロンです。ということで、今回なんですけど、最近ね、動画また上げ始めてたんですけど、このね、動画上げてない期間に、まあ、事件がね、起きててですね、まあ、その事件を、ちょっとね、適当に公開マッチ行きながら説明しようかなと思い、この動画を撮ってます。で、まあね、早速、話すんですけど、その事件。まずその事件が何かっていうと、その事件のタイトルが、シャンロン半年間レアスキン使うの禁止っていうのが、俺がね、この休みの期間中に、起きてたね、出来事なんですよ。初めて聞いた人は、抜けてっちゃった。まあ、まず、どういう経緯だったのかっていうのをね、一から説明していくと、まあ、俺のね、DM に、ある一件の DM がね、来まして、で、その、DM の内容がね、よかったら、シャンロンさん、僕からアカウントを買いませんかと。そういう風に来たんですよ。アカウント買いませんかって。え、アカウント買うって思って。まあでもね、俺はね、ちょっと気になったんで、話だけなら全然聞くよ、みたいな感じで、ね。言って、で、まあ、一応話を聞きに行ったと。動画の途中なんですけど、クリサポね、始めたんで、よかったら皆さん、クリエイターサポートお願いします。SYONN、あ、すいません、間違えました。SYNOO です。はい。皆さん、クリサポ、よかったらお願いします。いつも通り、まあ、キッズが入ってきて、で、どうも、みたいな感じになってたら、なんかですね、そのとこに、なんか5人ぐらいね、一気に入ってきて、1対1で喋ろうねっていう感じだったのに、なんか5対1で喋ろうとしてきたんですよ、そのキッズが。で、いやいや、なんかどんどん入ってきてるけど、何みたいな。この状況は何ですかって言ったら、これは、全員カヤガですって言って、なんか、そこにカイヤカが5人集まるっていうね、すごい事件が起きてたんですよ。そこは、まあいいやと思って。正直俺は、買いませんかって DM が来た瞬間から、もう、まあ買う気はなかったんですよ。だけど、その、カイヤカ界隈の人と、まあちょっとね、関わりを、まあ持って、カイヤカ界隈を内側から潰そうとしたんですよ。だからこれはね、なんて言うんだろう。一緒に喋ってた人たちにも、言ってないから、まあだから最初その入った瞬間に、俺、まあまあ話聞いて、まあなんか条件よかったら俺買おうかな、みたいな感じで言ってたんですよ、俺は。一応ね、その動画も全部撮ってあるんですけど、全部でね、2時間ぐらいあって、まとめるのがちょっときついなっていう、まあグダグダしてたんでずっと。まあ内側からね、俺は潰そうと思って、まず、仲良くなろうと。まあ、そこのね、パーティーに入ってきた5人を味方につけようと。味方につけて、で、その内側から完全にね、カイヤカ界隈で有名な人とか、まあ、カイヤカをずっと続けてる、詐欺しまくってる人とかを、まあ、動画でね、上げていこうかなとね、思って。まあ、そっから、まあ、買う、買わない、買う、買わない、みたいなのが続いて、で、結局、まあ、向こうから、怠慢しろと、キッズが、買ったらアカウント買ってください。まあ何でもいいけど、今お金がなくて困ってるんで、アカウント買ってくださいとかね、意味わかんないこと言ってきたんですよ。まあそう提案されたんで、じゃあ俺がね、もし買ったら、カイヤカやめるって言ったんですよ。まずそこで先にね、アカウント販売に関わるね、すべてのことをやめてくれる。まあいいですよ、みたいな。まあちょうどやめようとしてたし、まあ全然いいんじゃないですかね、みたいな感じになってて、じゃあやろうかなと。さすがにね、そこで、万が一俺がもしね、負けた場合、まあ本当に買わないといけなくなるじゃないですか。まあそこで、嘘でしたなんて言っても、やっぱりそこはね、そういう局面になってからの嘘でしたは、まあ通用しないんで、まあだからちょっと、怠慢するしないを長引かせて、まあ、ちょっといろいろ話しながら、まあ、そしたらですね、まあ、結構ね、いい感じにお互いにちょっと打ち解けてきて、で、そこから、なんでカイヤカやるのとか、ま、いろいろ俺は聞いてったんですよ。まあ、そしたら、まあ、なんか怠慢しなくても、まあ、やめてもいいかな、みたいなね。雰囲気にちょっとだんだんみんながなってきたんですよ。ずーっと説得してたんですよ、俺が。そんなんしても、全然楽しくないし、それで稼いだお金で、もう、なんか買ったとしても、それ面白いのっていう。なんかそれ、まあ、言い方悪いけど、汚いお金で買ったものとかって、まあ、純粋に楽しめるのと。まあ、全然面白くないでしょ、みたいな。って言ってたらね、まあ、みたいな感じになってきて、そこにカイヤカ販売してる人が9人もいて、で、結構、
構みんなね、思いっきりやってるんですよ。なんか、ちょっとかじってるとかじゃなくて、めちゃめちゃみんなやってて、どうしたらやめてくれるかなってめちゃめちゃ考えた時に、その話してる感じは、まあ、多分ね、何か、やっぱさっきも言った通り、なんかやめようと思ってたしとかも言ってたから、まあ、多分何かね、きっかけがあれば、やめてくれると、本当になんか些細なことでもいいから、なんかの、やめるきっかけさえ作れれば、やめてくれるんじゃないかとね。まあそこで俺は判断したので、そこでさっきね、あのタイトルにもある通り、半年間激レアスキン一切使わないっていうのを提案したんですよ。でそしたら、本当かとお前本当にいいのかと、お前いつも動画で激レアスキンとかめっちゃ使ってるよなってなってて、でも俺がこれやめる使わない代わりにマジでやめてくんねって言って、お前がそこまで本気ならじゃあ俺もやめてやるよと言ってくれたんですよ。そのね、リーダーの人と、まあそこにいた、まあ、残り6人ぐらいの人がね、まあみんな、まあまあまあ、じゃあ、そのリーダーが、ああまあいいよ、みたいな感じになったら、ほぼ他の人たちも、まあ必然的にね、ああ、じゃあ俺もやめるよ、みたいな。じゃあもう、やめようやめよう、みたいになっていって、みんながね、買い赤とか、まあ、赤販売業者の人たちは、すぐ嘘つくと。もう当たり前のように嘘つくんですよ。まあなぜかっていうと、昔に、俺の動画に赤販売業者として出て、で、俺にタイマン負けて辞めると約束してた一人がですね、そのメンバーの中にいたんですよ。隠れてね。まあまず一つ条件を出すと。で、その条件が、本当にちゃんと辞めることっていうのと、あとそのリーダーが、ディスコードの買い赤業者のサーバー、結構でっかいね、サーバーのなんかリーダーをやってたんで、まあだからそれも消すと。で、ディスコードも消すと。で、その消す作業を画面共有で全部見せることと。DM とかで、まだこの人、やってますよ、みたいな。赤販売やってますよっていう情報が、もう来た瞬間に、解約引退条約は、破棄と。破棄にすると。まあ、だから、俺も、半年間初期スキンじゃねえや、レアスキンを使わないっていうルールは、もう一瞬で破棄します。まあ、正直、なんてアカウントなんて消せば、まあ全然ね、転生してやっていけると思ったんで、まず引退する人たちに、引退動画を撮らせました。だからね、ここまでね、ガチでやりたかったんだよ。俺はね、もう本当にね、アカウント販売してるやつ？ね、まあ業者に関わってる人？俺マジで全員嫌いだから、本当に。だからその分、俺もちゃんと守るから、お前らも守れよっていう、まあそういうね、条約を結びましたと。で、そういう条約を結んで、半年間、激レアスキン使えないっていう、約束事を今も継続中になってると。まあ、俺も、禁止事を作るから、お前らも禁止事を作って、一緒に禁止にしようぜ。まあ、そういう提案をしたっていう、まあ、そういう話なんですよね。まあ、でも、使えないって言っても、他の人の動画に出るとき、と、サムネを撮るときぐらいは、サムネを撮るときは、まあ使っていいと相手も言ってくれたんで、そのときは使いますけど、まあ言うてもね、サムネ撮影なんてそんな、なんて言ったろう、レアスキンを使ってプレイすることなんてないんで、まあだから一瞬なんですけど、まあだから動画では一切使わないってことですね。はい。まあ、その引退式の動画はね、ちゃんと撮ってるんで、まあそれをちょっと流そうかなと思います。だから、皆さんは、もしね、この声、聞き覚えのある声でアカウント販売をしてる人がいたら、俺にすぐ DM ください。って名前でずっとやってたってことね。たかしクランのオーナーとして、真っ当な人生を生きていきます。オッケーオッケーオッケー。じゃあもう引退するってことね、全部。全部引退しろよ。引退します。パールです。もう勝つ、全部パール。メルハと、メアリー。うん、ああ、オッケーオッケーオッケー。アカウント業者もちゃんと全部やめるってことね。はい、もう引退した4ヶ月前に。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、次。アリス、カエル、ネカマ、一ノ瀬、パンティ、スマイル、タカシクランの一人として頑張っていきたいと思います。ちゃんとやめます。なんかよくわからんロシア語のやつ。全員、こんなクソみたいな業界やめてやるよ。俺な、このクソ業者だ、こんなクソみたいな業界をね、やめてやって、真面目に、真っ当な人間として生きて。だいたいここにいる人って全員、中学か高校かのどっちか。うん。いつよ？何曜日？金曜日か。